して作った可愛さじゃなくて、うん、これがこういうもんがヒロインなんだろうって作られた可愛さではなくて、こういう自然体の、何せこの子はね、素直でまっすぐでしたたかさがなく、自然体でボーイッシュな、時に爽やきで元気で明るく、嫌味がない。さらに言えばですね、お茶目や冗談が言えてムードメーカーであり、好きな人のためなら危険を顧みない、戦地にも赴くとなれば誰かしら惚れてていいんじゃないのと、うん、この子も一緒ですよ。別に好きなもののためにはね、好きな人のためには努力を惜しまないね、うん、もう第一線上に出てきますからね、この子って別に、うん、けなげですからね、何せ。だからね、ヒロインポジションをちょっと1話でもいいから与えてほしかった。人間の男の子でもいい、別に鬼太郎じゃなくてもいいですね。妖怪の中で誰か猫娘に惚れてるキャラを、うん、オリジナルキャラでね、1話のみでもいいから、作ってほしかった。ちょっとヒロインポジションを上げてほしかった。3期はね、それぐらいの可愛い女の子であるということですね。はい、やっぱりね、そこを見抜ける男になってほしいんで、ぜひ6期の猫娘もいいですけどね、作られた可愛さではなくてね、計算された、はい、もう手の上で転がしてあげるよみたいな、これが可愛いんでしょって制作者側に言われてる可愛さではなくてですね、まあ、こういう可愛さもあるんだよという、まあ、ちょっとね、作画崩壊ぐらいのがいいんですよ、一瞬一瞬ね、うん、やっぱそれぐらいのね、余裕がね、うん、やっぱないとダメです、女の子のキャラというのは。ちょっとね、ずっこけて、うん、るぐらいの余裕がね、欲しいですよね、うん。まあ、そういうことで、3期の猫娘をあえて、描いてみて、皆さんにね、改めて評価をしていただきたいなと思いますんで、昔懐かしいなと感じた人はもう一回見直していただいたら、猫娘の可愛さにもっと気づけるんじゃないでしょうかね、うん。